皆さん、こんにちは。経営コンサルタントの中野です。本日は、とても悲しいお知らせをしなければならなくなりました。私たちはこの3年間、毎日欠かさずチャートを見て、その価格に一喜一憂をしていたビットコイン、イーセリアム、リップル、カルダノエダ、ワーコインなど、私たちの人生そのものと言っていいような仮想通貨、2017年終わりから始まり、出川組ってビットコインを買ったとともに一気に落ちて、大泣きをしながらも、いよいよここに来てまた200万円になったと。そのビットコインをはじめとし、イーサリアム、リップル、カルダノエダ、ネムネオ、すべての仮想通貨が爆上げだった昨日まで、私たちは疑うことなく、億万長者の道を歩んでいるんだなぁと、誰しもが疑わなかったはずです。しかし本日、その仮想通貨バブルが終了したことをお伝えしなければなりません。ということでですね、皆さんもご存知だと思いますが、仮想通貨が大暴落を始めております。これは財布のビットコインですね、これ15分足ですけれども、なんという爆下げなんだ、なんという爆下げなんだ、これは。かなり厳しいですね。今の価格は185万8000円ですね。冷やしにしてみましょう。まあ、調整の範囲内、調整の範囲内、わからない。わからないですね。これは非常に大きな陰線が出ておりますね。冷やしですね。何か、ビットコイン200万円を節目に落ちましたね。買うなら今ですね。買うなら今。しかし怖くて買えませんね。怖くて買えません。これ1時間足ですね。5分足はどうなっているか。プルバックも虚しく、1、2、3で落ちてますね。スコーンって下に抜けて落ちそうですね、これはね。プルバック、らしいですね。プルバックの場合、こうやってきますからね。こうやってね。逆ですからね。ちょっとまずいかもしれないですね、これ。で、ビットバンクの方ですね。これ、ビットコイン同じですね。15分足だと。はい、5分足だとですか。やっぱ一緒ですね。で、リップルですね。リップルが57円90銭になっちゃいましたね。ああ、足が速いですね。5分足。1分足。ちょっとどうかな、厳しいですね。1時間足、誰だこんな集中したのは。かなり厳しいですね、これは。で、冷やしにしてみたいと思いますね。冷やしにするとどうだ。調整の範囲をちょっと超えてるかもしれないな、これ。まあ、一時ね、76円いったものが、今日57円60銭ですからね。これはどうだろうか。落ちてますね。売っちゃった方がいいかもしれないですね。イーサリアムだとどうだ。落ちてますね。ちょっとまずいですね、これはね。コインマーケットキャップ見てみましょう。うわぁ、5兆円落ちてますね。はい、一晩にして5兆円がなくなってますね。かなり落ちてますね。すべて落ちてますね。
カルダネーダー 16% 落ちの14円21になってますね。買うなら今日ですね。買うなら今日。買わないなら見過ごすしかないけども、こんな安いのは今日しかないでしょうね。買うなら今日ですね。まあどうせ上がるんだと思いますけどね、ビットコイン。いや、どうかな、これ。まあでもこんなん日常3時なんですよね、仮想通貨は。はい。1日で 10%、20% って平気で落ちますから。まあ今回、まあ、10% 落ちないですね。まあでも180万までいっちゃうと 10% まで落ちちゃいますね。ひどい落ちようですね、これね。はい。ということで今日はですね、仮想通貨バブル終了かもしれないっていうお知らせですね。はい。まあ、バブル終了の可能性もありますね、これね。このまま、またストーンでビットコイン40万とか35万まで落ちてしまう可能性もあると。なので、ビットコイン FX やってる人はショートですね。ショートポジション入れるといいと思います。さまあ、まだまだね、上に行くんだと思う人は、ここでね、ロング、買いを入れるといいと思いますね。まあ、誰にも分からないですね、この先はね。まあ、ただ、すごい大きな動きがあったもんですから、この、まあ、2、3日でね、仮想通貨買った人は、まあ、今、すごく大損してると思いますが、焦らずですね、ちょっと状況を把握していただければと思います。それでは、とりあえずね、今日はこれで終わりにさせていただきます。また夜会いましょう。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。失礼いたします。